糸崎君雄です。梅津陽一と石丸伸二という話をしようと思いますけども、行きがかり上ね、そのアーティストの梅津陽一さんの批判を、また続編でやりますけども、そもそもは美術ライターの市原健太郎さんが、今梅津陽一さんが国立新美術館でやってる、クリスタルパレスというね展覧会について、その梅津陽一さんのコンセプトについてかなりね、本質的な痛烈な批判をされてるんですね。でその批判というのはまさに私が梅津陽一さんに感じている違和感と全く同じ、ほとんど同じだったんですね。それはだから私の師匠の彦坂直義先生とも同じなんですけども、かいつまんで言うとね、前の動画でも言いましたけども、梅津陽一さんは、美術の、自分の美術の根拠をラファエロ・コランというね、フランスの19世紀の画家に求めるわけですね。で、ラファエロ・コランというのは、日本に洋画をもたらした、黒田清輝が、フランスで、ラファエロ・コランを師匠に選んで、洋画を習って日本に持ってきたと。で、そういうこと自体がそもそもその日本の洋画の歴史の間違いだったんじゃないかっていうね、ラファエル・コランなんていうのはその歴史の登竜で本場フランスでは誰も忘れられてるような人 で、19世紀当時でもその新古典主義のもう終わりの腐りかけの、オワコンのアーティストなわけですね。でそうやってその日本の洋画のダメな系譜というものがあって、でさらにそれを、なぞるようにラファエロ・コランに立ち返る梅津陽一の態度っていうのはどうなんですかねっていうことを市原健太郎さんが、フェイスブック上でねかなり明確に通説に、通列に書いていたんですよ。で、それで私もその炎上に便乗っていうことでね、この YouTube も登録者数もうすぐ1000人なんで、ちょっとそういう、ホットなネタをね、やってみようと。そもそもね、美術ライター、美術評論家がアーティストを批判し、批評し、そしてアーティストがアーティストを批判するっていうのは別に普通には健全なことなんでね、その辺の素人を捕まえてね、お前の絵は何だっつってね、そういうことを言ってるわけではないわけですよ。でそもそも私が梅津陽一というアーティストに興味を持ったのは、梅津さん自身が結構辛口でいろんなところに噛みつくっていうね、そういうその面白い人で、僕自身もね、業界内でなあなあで、その仲間もめで当たり障りのないことしか言わないっていうね、そういう状況には面白くないものを感じていて、もっとこう明けつけにお互い議論してもいいんじゃないのっていうふうにして思ってたんですね。で、そうしたところを梅津陽一さんがドーンとこう、すごい勢いでね、他の人を攻撃するのを見て、いや、この人すげえなと思って、見てたというかね、お付き合いもあったりしたんですけども、で、そのうちに、2年ぐらい前だったかな、美術手帳に梅津陽一さんが、絵画特集ということで、そのプロデュースみたいなことをして、記事を書いたんだけども、その記事が私から見るとかなりひどい文章だったんですね。序文でしたってね。とにかくその細かいところは全部覚えてないですけど、まずね、絵の具という物質という言葉を使ってたんですね。で、それはひどいなと思ったんですね。絵の具という物質を人類は古来から使ってきたみたいな言い方をしていて、まず絵の具という物質はこの世には存在しないだろうっていうのは普通のツッコミとしてあるわけですね。だから、子供の素朴な感覚だとね、水彩絵の具の12色とか渡されて、で、いろんな色がついてるけど、これは絵の具ですよって言われると、それは絵の具という物質なんだなっていうふうにして、子供心に、思うんですけども、大人になって、例えば美術部に入るとね、例えば、青い絵の具っていうのは、青い顔料ですね、青い石を砕いて、で、それで、すりつぶして、絵の具にしているんだっていうことは、
知るわけですね。そこでガーンとなるわけですよ。つまり抽象的な絵の具という物質というのはないわけですね。でつまり絵の具の例えば12色赤青黄色ってそれぞれ固有の色のついた様々な物質ですね。そういうものを絵の具に加工してチューブに入れてセットにしてるっていうことなわけですよ、ね、でそれは普通に大人の認識なんだけども、その梅津洋一さんはその美術手帳の特集の序文でその絵の具という物質というね、そういう信じられないような不用意な言葉を使ってるので、これっておかしくないですかっていうようなことを私は YouTube で述べたんですけども、でそれをTwitter にも一応はリンク貼ってね拡散したんですけども、まあ私の YouTube チャンネルもともとそんな大きなチャンネルじゃないのね、このチャンネルね、そんなには広がらなかったですけども、一応本人にもね届いてるはずというか、まあ彼も、Twitter やってますからね。 でもまあ全然反応がないっていうかね、まあその時にねもう梅津さんは自分の批判に対して反応しない人だっていうのはなんか薄々分かってたのかな、いろんな状況でね。だからそれを思い出したんですよ。だからその梅津洋一さんの一番勢いのあった頃ですね、それがね一つ象徴的なのは2020年に日本橋三越本店でフルフロンタルというタイトルの、これはだからパープルームの梅津洋一さんが、キュレーションしたグループ展を三越でやったんですね。三越デパートの美術ギャラリー日本橋でやったんですけども、その隣に、吉村誠司さんというね、東京芸大の教授をされている日本画の、方の個展をされていて、でそれに対してね梅津洋一さんがものすごい痛烈に批判したんですね。で吉村さんと、バトルになってね、それで吉村さんがその差別的な発言をしたと、パープルームのメンバーの一人に対してものすごく高圧的に、差別的な発言をしたっていうことで、こんなにひどい教授がいるっていう宣言文をネットで公表したりして、当時は私はなんかすげえなというふうにして思ってたんですね。それでネットで検索すると、トゥゲッターが残ってたんですね。つまりツイートの、まとめサイトですね。でそれを読むと、そのまずこの、吉村誠司氏の問題発言と行動についてということで、この梅津洋一美術家パープルーム主催という署名で、文書が出てるんですね。でこれをちょっと字が小さいんであれですけども、2020年の6月27日の昼頃、吉村氏がお付きの方とフルフロンタル店に来場、接客をしたシエニーチュアンに対し吉村氏が君芸大生と尋ねる、シエニーチェンさんというのは、女性の作家ですね。パープルームの女性の作家で若い女性なんで、君芸大生と尋ねると、で、シエニーチェンさんは自身のことを出展作家であると説明で、その後も展覧会の作品を丁寧に解説で、いろいろやり取りがある中で吉村氏がそのシエニーチェンさんに対して、君あなた中国人と質問して、違いますと言うと、中国人と喋ってるみたいだねって茶化したようなニュアンスで発言したと。でそれは好意的なニュアンスじゃなくて、むしろ象徴しているというような感じで、その場に居合わせた梅津洋一さんやお客さんの間の空気が一瞬凍りついたと。で梅津は吉村さんの発言に怒りと違和感を覚えた、それで吉村さんに声をかけて、まずは会話しようとして、吉村さんの絵は日本画ですかと質問する。で、にかわと顔料を使えば日本画だと吉村さんが言ったと。で、梅津が意見すると信じがたい話だが、吉村氏はその後すぐに取り乱したように激怒し、会場の梅津作品などをクソだ、お前みたいなバカとは話したくないと叫び会場を出ていく、会場にいた第三者によれば暴れ出す危険性も感じたという。
というようなことですね。で、まあ、とにかく差別発言や暴言を吐いたと、というようなことを、まあ、告発したというね、そういう文書がネットで公開されていて、で、それで、その前後のやり取りがツイッターで流れていたんですけども、これ改めて見るとね、つまりその、三越の梅津さんが主催しているフロホロンタルの会場に吉村誠二さんが来たのが、2020年の6月27日なんですね。ところが、その、梅津洋一さんのパープルームのツイッターを見ると、それに先立つ6月7日ですね、20日前ですね、こういうツイートをしてるんですよ。三越の東京芸大との癒着や、有名作家のマルチプロを仕入れて儲ける仕事には、引き続き冷たい視線を投げかけていきたい。作品イコール商材じゃないんですよ、みたいな基本すぎることを言わせないでほしい。というね、結構その、まず三越に対する批判、芸大に対する批判を痛烈に行っていて、三越と東京芸大は、癒着してるんだと。で、有名作家のマルチプルを仕入れて儲ける仕事をしているんだと。ね。マルチプルっていうのは、まあ、量産作品ですね。一点一点書くんじゃなくて、量産の作品をマルチプルというんだけど、そういうものを、仕入れて儲ける仕事には冷たい視線を投げかけたいと。ね、作品は商材じゃないんですよ、みたいな基本的すぎることを言わせないでほしい。かなりこう、痛烈な批判を行ってるわけですね。自分たちが企画展をやってるにも関わらずですよ。これはすげえなと、ね、当時も思った。で、次のツイートね。日本橋三越美術。本来であれば、ギャラリーのスタッフがやるべきことまでこちらがやらないといけないほどひどい。もちろん無給。これが既得権益か。で、同じ、これは、6月7日なんですけどね。とにかく、ギャラリーのスタッフが何にもやらないと。こっちは無給で、なんかいろいろやってるっていうね、そういう愚痴を、書いて、で、その後ですね、6月22日ですね。6月7日から6月22日に飛びますけども、かなり明確に言論統制を受けているところというね、そういう、まあ、ツイートをしてるわけですよ。それでまたなんか話が前後するんだけど、6月7日に、ここ最近、日本橋三越にステイしてるけど、スタッフがやる気のない素人ばっかりで辛い。こちらは無償で付き合っているので、もう少し真剣に取り組んでいただきたいです。というね。まあ、とにかく三越に対してやる気がないというね。まあ、そういう文句をツイッターで、ね、公の場で、で、しかも出展作家として発言しているわけですよ。で、かなり明確に言論統制を受けたと。ね、その後ツイートしてるわけですね。6月23日、日本の美術界は作品が売れることよりも美大の教員になることこそ安定の道。会社員のような忖度のできる作家が多いのはそのため、美大の助手は係長か、実技系教員の 90% ぐらいが適任じゃないといつも感じている。これは何ともならないけど、誰かが言い続けないといけない。という、まさに、美術界批判、芸大批判、芸大の、教員に対する批判ですね。で、続けて同じ6月23日、美大批判をしていると、本当は美大教員になりたいのではと勘違いされることもあるけど、冗談ではない。そんなチートみたいな仕事を私はしたくない。それからツイッター上でのプロレスというのも全く誤解。私はいつも実際にツイッターと同じことを言っている。ね。あんた本当は美大教授になりたいんじゃないのっていうね。そういうことも言われるけど、それは絶対違うし、ね。ツイッターもプロレス的に、まあプロレス的にツイートすることっていうのはあるわけですね。本当は、現実には仲いいのに、その、まあ仲の悪い。フリをするというかね、まあ、炎上マーケティングの一環みたいな感じでね、プロレスじゃないのっていうのも、それは違うと。日頃から同じこと言ってるんだと。ね。で、6月
26日に、日本橋三越店でやってる吉村誠二店、ご本人がいて芸大の2年生と聞かれた、陰天らしさ全開の作品群、東京芸大の日本画のテンプレート、浮遊する辰の落とし号を書きました、とか曖昧な主題が手際よく仕上げられている、会場では空虚な挨拶の声ばかりがこだましていた。だからこれはあれだね、その吉村さんとトラブルになる前日の6月26日に、梅津さんが吉村さんと会って、で吉村さんから君芸大の2年生っていうふうにして聞かれたわけですね。まあ梅津さんもちょっと若く見えるんでね、そういうふうに言われたと。で、で梅津さんがそのまあ、ツイッター上で、ツイッター上ってもこれ6月26日の13時43分にツイートしてるので、真っ昼間ですね。だから展覧会の開催中に、吉村さんの作品に対して、陰天らしさ全開の作品群、東京芸大の日本画のテンプレート、浮遊する辰の落とし号を書きました、とか曖昧な主題が手際よく仕上げられている、会場では空虚なご挨拶の声ばかりがこだましていたっていうね、痛烈な批判をしてるわけですね。まあ、本人に言わないまでも、これをだからリアルタイムの、13時43分にツイートして、ね、皆さんにほーらってね、うちの、展覧会の隣では、こんな芸大の陰天のね、テンプレートの空虚な挨拶の、そういうものがされてますよっていうのをツイートしてるわけですね。で、ということで、その、まあ、あと、梅津さんの同じパープルームの、安藤さんも、吉村さんに対しての批判的なコメントをいくつかしていって、ある程度美術予備校に通ったら誰でも描ける技術力で特段うまいわけではない。絵を一色塗り込めて描きたい対象の解像度だけ上げて、他をあまり触れないで残しておくというのは受験絵画の常套手段で、受験では100人中99人ぐらいがこのバランスを使って描く。っていう、これが安藤さんのツイートですね。これは、6月27日の、0時13分ですね、お昼の。あ、0時ってことは、夜中だ。ね。そう。で、なぜこの人が100、この人の100、ん?なぜこの人の作品が800万で売れてるくらいの権力者になれたのだろう。裸の王様か。これも、まあ、安藤さんですね。だから、梅津さん、安藤さんで、まあ、目も遅い、もう、ケチョンケチョンに、この27日の段階で、26、27日の段階で、けなしてるわけですね。で、さらに、これもだから6月27日の0時38分ですね。夜中ですね。吉村誠、これは梅津さんの、ツイートですけども、吉村誠二という日本画家は固有の作家として認識すべき特徴が皆無。悪い意味でプラモデルを組み立てるような凡庸な絵画の作りが、キラキラするガラスの粉のきらめきでごまかされている。こんな作家を何のロジックもなく白い巨頭の財前教授の爽快心並みに持ち上げる百貨店の愚かさを見せつけられた、という具合にして、まあとにかくね、この吉村さんと直接トラブルが起きる以前に、梅津陽一さんの側、もしくはその安藤さんを含めたパープルームの側から、そのまあ、吉村さんに対する痛烈な批判があって、でその前にその三越の、三越の美術ギャラリーに対する、スタッフの態度も含めた批判をもう痛烈に行っているわけですね。でそういう中で、いよいよその6月27日の12時47分の、これ安藤さんの投稿ですけども、シアニチュアンさんが吉村誠二さんに絵の解説をしていたら、
中国人と喋ってるみたいだとか急に言い出して、こんな人種とか性別とか年齢で人を見下す東京芸大の教授なの、本当にヤバすぎる。芸大辞めてよかった。こんな人を守る三越は本当に最低だと思う。梅津さんが怒るのも当然だ。っていう具合にして、トラブルになってるわけですね。で、梅津さんがいろいろあって、梅津義さんのツイートですけど、心底がっかりしている。吉村誠二のような人物が院展や芸大で権力を持っていることが本当に問題。これを持ち上げる三越の大切にも寒気がした。というね、そういう中で、その、梅津さんのこのパープルームの最初に読み上げた宣言に言うと、とにかく暴言を吐いて、梅津作品に対してクソだ、お前みたいなバカとは話したくないという、ふうに言ってきたと、言ってるわけですけども、だから梅津義さんのその、吉村誠二氏の問題についてっていうこの宣言文だけ見ると、なんか吉村さんってひどいなっていうふうにして思われるけども、ツイートを追っていくと、そもそも喧嘩を売っていたのは、梅津義さんなんですね。で、あ、なるほど、こういう流れだったのかと思ったところで、この石丸真二という人物がパッと頭に浮かんで、同じ、そっくりだっていうふうにして思ったわけですね。だから、その、石丸真二さんのやり口っていうのは、とにかく弱い相手には強いんですね。で、劇場型で、その、石丸真二さんの場合は、秋田方市の議員さんですけども、つまり年寄りの議員を捕まえて、あんたたち考え古いんだと。ね。旧体制でなんとかかんとかって、ろくに仕事もしないでなんとかかんとかって、まくし立てるわけですね。もっともらしいことをさも正論を言ってるようにまくし立てるわけですね。それで石村さんっていうのは勢いがあって、勇気があってすごいっていうふうにして思わしているわけですけど、全く、梅津義さんも同じで、その、芸大の日本画家の教授捕まえて、ケチョンケチョンに、批判して、むしろけしかけて、で向こうが挑発に乗って怒ってくると、ほら見たことがあって、こんなにひどいやつがいるんだってね、さらにもう書き立てて吊るし上げるっていうね、そういうなんかこうやり口に過ぎないんだっていう風にして、改めて思うわけですね。で、逆に梅津義さんの方がなんか不用意ないい加減なこと書いて、とにかく絵の具という物質ですからね、ありえない発言なわけで、それってどうなんですかっていうようなことを言うと、逃げるわけですね。それだから、その石丸真二さんも同じで、最初はなんかすごいこういろんなことを考えてね、いろんなアイデア考えてね、秋田方氏を盛り返そうっていうふうにしてね、そういうすごい人なんだってみんな思ってたんで、私もそんな思ってたんですけども、蓋を開けてみると、何にも考えてないとね、その政策について聞かれると、200年後くらいに一夫多妻制にしてクローン人間で人口を増やすみたいな、そんなこと言ってたのかな、あんまり詳しく知らないですけどね、そういうなんかこう結局何も考えてねえじゃんっていうね、そういう人なわけですよ。だから、その結局石丸真二さんにしても梅津義一さんにしても、まず一つは考えることやめちゃってるっていうのはあるんですよね。だからそれは、その市原健太郎さんが突っ込んだところの、そのなんでラファエル・コランなんだとね、ラファエル・コランなんて何の根拠にもならないじゃないかっていうね、そもそもラファエル・コランのおかげで、ラファエル・コランなんて黒田関が持ってきたから日本の洋画がダメになって、そのダメの張本人なのに、そのダメの上塗りでダメを重ねるってのはどういうことなんだってね、そういう指摘っていうのはまさにその通りで、何も考えてないわけですね。で、そもそもその梅津陽一さんはラファエル・コランのオマージュとして、自分のヌードを描いてんだけども、なぜか点描で描いてんですね。おかしいじゃないかっていう話があるわけですよ。だからラファエル・コランに立ち返るんだったら、あくまでもスフマートで描くべきなんですよね。スフマートっていうのは、だからレオナルド・ダ・ヴィンチ以来の、ヨーロッパの写実画の、伝統で、新古典主義というのは、
まあ、とにかくスフマートっていうものを、もう一回丁寧に書きましょうという運動なわけですね。ベラスケスとかね、ゴヤとかあのあたりでちょっとタッチが荒れてきたんですね。ちょっと近代的になりすぎちゃったんで、新古典主義っていうのはとにかくもう大理石のようにもうツルッペロにね、筆跡絶対残さないように丁寧に描きましょうっていうのは新古典主義で、で、ラファエロ・コランの絵は私は、島根県立美術館で実物を見て、とにかくスフマートで丁寧に描くっていうところだけが取り絵の絵なんですよ。ね、その他全然何にもいいとこないんですけども、でも梅津陽一さんはそのラファエロ・コランに立ち返ると言いながら、なぜか点描画なんですよね。そういう印象画じゃんっていう話で、なんかそこでまあ、なんでずれてんのっていうのはまあ、気にはなってたんですけども、まあ結局何も考えてないわけですね。何も考えてないで、なんかノリで、なんかやったふりをして、で、弱い相手には、こいつは弱いって思うと、こう、もうここぞとばかりに、攻撃をして、だから最近で言うと、その、梅津陽一さんがその、もともとはアノーマリーという、ギャラリーに所属していたんだけども、経緯は知らないですけども、アノーマリーを脱退して、で、とにかくアノーマリー批判をね、YouTube でもしているわけですね。で、だからそれっていうのは、その、なんか梅津さん自身がすごく問題意識をきちっと持っていて、で、健全な批判をすべきだということで批判を展開しているのではなくて、結局は、石丸真二さんと同じなんじゃないの。でね、面白いのはね、同い年なんですね。1982年生まれかな。42歳で、学年同じなんですね。石丸さんの方が8月生まれだからまだ誕生日じゃないんだけども、でも結局は同学年で同い年なんですよ。だからまあ世代の問題っていうのも、まあ、とは言い切れないですけども、でもまあ一つ同い年っていうのも面白いし、そっくりな二人が同い年なのかっていうのは面白いし、だからその、日本現代アートにおける石丸真二が梅津陽一だっていうね、ぶつかること自体は別に悪いとは思わないですけども、その正当な理由があればね、まあ私自身はその、なんかこう、不満があったからってね、いちいち学芸員さんとぶつかるっていうのも、まああんまりしない。一応、世渡りっていうのはしなきゃいけないなと思ってるので、あんまりその芸大教授捕まえてね、コテンパンにやっつけるとかね、あんましたくないという割には、梅津陽一さんにはどうしても厳しくなってしまうんですけども、もともと梅津さん自身が他人に厳しい。他人に厳しい人っていうのは自分に厳しくしてもいいんでしょ？お互いに厳しくしましょうよっていうのが私の提言なんだけども、梅津さんの方では、ま、乗ってくれないので、なんだろうなって思った時に、あ、そっか、石丸真二なのかっていうね。そこで、ま、一つ、謎が解けて、スッキリしました、というお話でありました。どうも。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ね。もうね、950人超えてるんですね、いつの間にかね。もうすぐ1000人なんで、なるべくいろんな話題していこうと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。あと質問コーナーね、質問に答える動画もね、いい質問いただいたので、まあそれに答える動画も、次回以降撮ろうと思います。まあちょっと今回は梅津さんの話をね、先にしてしまいましたけども、そういうことでどうぞよろしくお願いいたします。